黄巾の乱から始まった群雄割拠の時代にあって頭角を現したのが曹丕の父曹操であった。頭角が倒れた後、曹操はいち早く検定を擁立し、挙党地盤として勢力を拡大していく。その曹操の目下の敵は可否による秦呂布。曹丕は曹操の命を受け、呂布軍の総統戦に出陣することとなった。覇道を継ぐ者の戦いが今始まろうとしていた。しかも可否の始末は任せる。承知した。呂布の息の根を止めてみせよう。天下に必要なものは一個の武、一個の地ではない。時代への道を示すこと。道さえ示せば統治者すら不要かもしれんな。父よ、あなたはその道を示した後どうする気だ。この可否にて呂布の息の根を止める。全軍各方面より進軍、奴を追い詰めろ。味方本陣も注意を怠るな。この季節、可否周辺の川は水量が増します。水門を壊しての水攻めが多いし、私が撃ちます。でけえ裏に徳丸君あり、まっすぐこの可否へと向かっています。援助か。呂布に自宅を継ぐ間に合う。勝利と手荒い歓迎をしてやる。この短歌は私が制した。なんだこの音は。くだらん策も激流ごとく、この俺を押しとどめられるか。門が開いた。各軍、城内に突入。敵を蹴散らせ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。ドリとは、という勝負の勇か。わしが確かめてやる。
私が討ち取った。これは手強い。押されているぞ。両夫よ、難儀しておるようだな。この円航路がそなたを助けてやる。私が制した。私が撃ちた。これは手強い。されているぞ。危ないところだったな。援軍感謝いたします。私が撃ち取る。この戦まだまだ分からぬ。さあ私たちも奮起いたそうぞ。私の知略に勝てるとお思いか。無理をして疲弊することもあるまい。下がって優遇と一緒に進むのだ。敵将は私が討ち取った。敵将私が討ち取った。にゃー、これ以上は持たぬか。私が撃ち取った。何？演術、逃げるのか。
何をしに来たのだ。いやー、さすがですな。よし、あっ、こりゃあっと、働かねえと。うっ、私が制した。来たか、カスト。いいだろう。俺が蹴散らしてやる。私が打ち取る。その程度この俺を止められるか。来い、俺は誰にも負けん。さて、ここで味方の守りを守る。敵本陣を抑え、やつを孤立させる。私がお相手いたします。覚悟なさってください。私が打ち取る。見事ですな。我々は示さねば。進め。敵を片っ端から蹴散らすのだ。私が打ち取って。よく、ついえ、これが一個の部の限界だ。我が前にひれ伏すがいい。
すがは鬼神の馬、気性が荒いな。天下はこの馬のごとく、誰かが御さねば沈まるまで。常人には難しいな。